皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢解説です。東部戦線での激しい戦いが現在どうなっているか、そしてウクライナを取り巻く国際情勢がどうなっているかを合わせて解説していこうと思います。日本国内での報道が入っている分だけこのチャンネルの動画でそれを補ってください。それでは早速解説していきます。ウクライナの戦況解説を行うにあたって地図は戦争研究所のものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。今回取り上げる主な話題は3つ。 1. ロシア軍の攻勢、人海戦術は未だ継続中。そして2つ目はドニプロ川の渡河、ウクライナ軍が以前から行っているのですがいよいよ定着が進んでいるようです。そして第3はウクライナを取り巻く国際情勢についての話、ヨーロッパ側からの支援継続の動きを取り上げていきます。まず東部戦線、一番北側のクピャンスク戦域とバフムトの戦域、この2つについて。クピャンスク戦域におけるロシア軍は現在ウクライナ軍の防御陣地を突破することができず、被害をひたすら積み重ねている状況です。一方バフムトにおいてはロシア軍は徐々に後退していたのですが、ここに来て部隊を再編したのか、もしくはウクライナ側が他の場所へと援軍を送ったのか、ロシア軍側が押し返しをしています。そして東部戦線において最も激しい戦いが現在起きているのがアウディウィーカーです。アウディウィーカーにおいてはロシア軍の人海戦術は継続的に行われています。兵器や兵士の損失が非常に大きいのですが、それでもなおロシア軍は攻勢を続けています。一方で全戦域において、じゃあそれで前進できているかといえば、その歩みは非常に遅いものとなっています。町の南側はウクライナ軍が非常に固く守っており、進むことができていません。町の南東部、こちらの方は市街地に近いところで一進一退の攻防が激化しています。ただ重要なラインについては未だウクライナ軍がしっかりと守っているようで、ロシア軍の目立った前進はありません。最も危険な状況に陥っているのは町の北側です。こちらの方は少しずつ少しずつロシア軍が前進を果たしており、ロシア軍が町を包囲しようと図っています。ただそうした動きもここ最近では少し鈍る意味で、ウクライナ軍が現在防衛ラインを引き直しているところでしょう。この防衛ラインを引き直す時にはウクライナ軍側からも前に出てきたロシア軍陣地を取り戻してさらに押し戻そうとするのですが、その際に被害もかなり出ているようです。ですから最も激しい戦いで両軍ともに兵士が亡くなっているのは町の北側という状況になっています。この町の北側のロシア軍の動きを抑えることができれば、アウディーカーに対する攻勢はなんとかしのぎきることができるでしょう。この北側からの圧迫に対して押し切られるようであれば、町そのものが包囲される危険性が高まるため、現在固く守っている町の南側や南東地域における部隊も撤退を余儀なくされることとなります。一つ一つの戦闘においてはウクライナ軍が大きく損失をロシア軍に与えていたとしても、それでもなお前進を果たして押し切ってしまうのかどうかが注目されるところです。次に南部戦線、南部戦線のヘルソン州における戦いはウクライナ軍がドニプロ川を越えて兵士と物資を送り続けている状況です。現在のところロシア軍は川を渡った部隊を撃退することができず、ついには完全に定着したようです。この地域における戦いをこれまで私はゲリラ戦と表現を続けてきました。それは部隊があくまでも進出鬼没、少数の兵でかき回すことを伝統にした戦いを続けていたからです。ただここに来てウクライナ軍の川を渡る行為についても定着したようで、川の東側に陣地を構築してさらなる攻勢のための足場を築いているようです。戦場においてはロシア軍の人海戦術が目立つ状況で、東部においては今は耐え時だと言えるでしょう。一方でウクライナ軍はそうしたロシア軍の攻勢が激しくない南部戦線において領土奪還の動きを強めているようです。それではここ最近のロシア軍の攻勢とウクライナ軍の迎撃の様子についてご紹介しましょう。ロシア軍の戦闘車両が何両かやってきて、ロシア軍の歩兵たちを大量に戦線へと投入しています。しかし先頭を走っていた戦車は早々に離脱し、後ろに続いていた歩兵戦闘車は大量の歩兵を下ろした後、ウクライナ軍の迎撃にあって右往左往し始めます。ついにはもうこのままではちょっと耐えられないなと思った兵士たちが車両に乗り込んでこの場を去ろうとします。そこにさらなる追撃、
この後この車両は逃げるために多くの味方の兵士たちを引き殺すといった凄まじい光景が展開することとなります。最終的にロシア軍の攻勢は失敗し、戦闘車両だけではなくその周囲にはロシア軍の兵士の遺体が大量に残ることとなりました。最後にウクライナに対する海外からの支援の様子についても見てみましょう。2022年、最初の頃ドイツといえばウクライナに対する支援が非常に消極的な国でした。しかし現在では非常に頼りになる国へと変貌を遂げています。ドイツのウクライナ支援についてロイター通信が取り上げていました。支援の額は2倍、 1.3 兆円、連立政権内で基本合意しました。ピストリウス国防相は北西を対象にした公共放送のインタビューに答え、ウクライナへの軍事援助の倍増計画について、我々はウクライナを見捨てないという強い意思表示だと表明した。現在ドイツでは連立政権が国政を担っているのですが、連立政権に参加している党たちが協議の上でウクライナに対する支援を倍増させると一致したというのは非常に心強いことだと言えます。またドイツの軍需企業のラインメタルなどは非常にウクライナ支援に積極的で、ドイツ政府がレオパルト2の追加供与の話がないと見るや、レオパルト1の再生にかなりの力を振っていて、続々とウクライナへと再生戦車を送ろうとしています。次にウクライナ支援の動き、 EU の対ロシア新制裁案、工作機械や機械部品の輸出禁止を提案、ブルームバーグより。 EU の対ロシア第12次制裁パッケージが発表されました。ロシア産ダイヤモンドの輸入禁止、ロシア産原油の上限価格設定への実効性強化、軍事利用可能な工作機械や機械部品の輸出禁止、輸出制限品の追加、化学薬品、リチウム電池、サーモスタット、モーター、ドローン用のサーボモーターなど。このあたりは EU の対ロシア制裁というのは少しずつ少しずつ行われてきました。一つ一つの制裁は決してロシアの息の根を止めるようなものではなく、基本的にはロシアの動きを阻害することを目的としています。決して第二次世界大戦の時の日本のように、もう日本国民みんなが困窮するといったような非常に強烈なものではありません。しかしロシアの産業やもしくはロシアの貿易などに大きな打撃を与えることができれば、それ自体が戦争継続をする上で足かせとなり、ロシアの動きを鈍らせることができるという考えのもと制裁が行われています。今回の制裁案についても、これが実施されたからだからといってこれでロシアの経済が全て終わりだといったようなものではありません。しかし第12次とあるように、これがだんだんと第15次、第20次といった具合にして、事細かに、そして幅広く、様々なところに制裁案が追加されていくこと、それ自体が、ロシアに対するダメージを確実に加えていくこととなります。さて、国際的な支援としては、ヨーロッパ側からウクライナに対する支援は、非常に堅実な動きが見られます。もちろん全ての国がそうかといえばそうではありません。ハンガリーやスロバキアは、EU からの軍事支援について反対表明をしていますから、まだまだ話はうまくまとまらないでしょう。しかし、支援の総額が大きい国において前向きの動きが出ているというのは非常に良いことなのです。特にドイツは、ヨーロッパにおける陸上戦力における有力な軍事企業を保有している国ですから、この後ウクライナとの協力関係を築いていくことは必ずロシア軍にとっても脅威となるでしょう。それにクリミア大橋を落とすのに必要な巡航ミサイルタウルスはドイツが保有していますから、ドイツがこの積極性を生かしていつか供与してくれればなと思います。もちろん早ければ早いに越したことはありません。特にウクライナには冬将軍がやってくれば、大規模な攻勢に出るのはなかなか厳しい自然環境となります。東部戦線でロシア軍が攻勢に出ているのも、そして本格的な冬がやってくる前に少しでも前進したいという思いがあるからでしょう。だからこそ今はウクライナ軍にとっては耐え忍ぶ時期だとも言えます。そして冬の寒さがそれほど影響しないと言われている南部において、なんとかうまく巻き返しを図ろうとしているようです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また役に立ったなと思う方はぜひとも他の方にもおすすめしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。